MG 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも、ね、はい、はいはい、うん、こんな時にどうするかって、うん、どんな時クイズがある。あ、クイズ、皆さんに考えてほしいクイズ。なるほど。何度同じことを言っても分かってくれない部下がいます。はい、こんな時はどうすればいいでしょうか。なるほど。もう一つ、もう一つ、うん、仕事に全くやる気のない部下がいます、うん、こんな時どうすればいいでしょうか。なるほど。上司の立場でのお悩みっていうクイズですね、うん、なるほど。できない言い訳ばっかり並べて、うん、すぐに仕事を投げ出してしまう部下がいます、うん、はい、こんな時はどうすればいいでしょうか。なるほど。陰、うん、でリーダーであるあなたの悪口ばっかり言ってる部下がいます、うん、こんな時はどうすればいいでしょうか。その上司大変ですね、なんかね、すごいいっぱいいろんなこんないろんな、今ざっといろんな、うん、その企業のね、うん、部下に対する悩みですか。悩みを書き、うん、言いました、うん、まあでもあることですよね、多分普通に会社では、うん、なるほど。これに対してね、はいはい、何度言っても分かってくれない部下が、うん、いると。やる気のない部下、うん、できない理由ばっかり言う部下に対してね、うん、究極のコンサルタントと言われている福島正信先生は、はいはい、これらの質問にたった一言回答しているんですね。共通回答があるわけですね、うん、そのお悩みに対しての。こういう時、はい、どうするか、どうですかって。なるほど。どういう、どうするんですかね。何度言っても分かってくれないね、うん、まあこれ子育てでも言えますよね。まあ、そうですね、確かに。何度言っても分かってくれない子供や部下、うん、やる気のない子供や部下、うん、できない理由ばっかり言う子供や部下、うん、確かに、ね、これに対して藤間先生の回答は。なるほど、クイズですね。すごい答えですよ。なるほど、これ楽しみですね、うん、どんな、うん、福島先生とはね、うん、僕は何度かコラボもさせてもらってて、はいはい、で学びに行ったこともたくさんあるんですが、うん、はい、もうね、うん、これぞ福島先生っていう回答をするわけ。数々の名回答がある中で、うん、翡翠さんが聞いた中でこれぞっていうのがこれだね。もうこれなんですね、この回答。いわゆる翡翠ズベスト的な、うん、まあ、たくさんあるとは思うんですけど、うん、その一つなんですね、うん、部下や子育てで悩む方に、まさくんは、はい、あ、僕が答える、答える、あ、僕もね全く考えてなかった。安心してた。もうね、早く答え言わないかなと思って今ね、完全にリスナーになってました。安心感が安心してました。顔から伝わってた。今ね、本当に考えてなかった。もう多分、すぐ答え言ってくれるかなと。なんなら早く言わないかなと思って。安心感がね、油断しましたね。伝わってきたね。今すごい油断しましたね。うん、僕は答えなきゃいけないパターンとか。まあ一応、まあ、一応なんか言ってみてください。そうですね。一応。なかなか、まあ、そうですね。ね、部下とか子育てですね。悩んでる。仕事、やる気のない部下がいる。うん、なるほど。はい、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、そんな君を待ってたよ、みたいな。そんな君を待っていて。なんかちょっと、よくわかんないですけども、早く答えしてみたいな。近いでも。あ、本当ですか。藤間先生の回答はね。何度言っても分かってくれない部下、はい、やる気のない部下、はい、できない理由ばっかり言う部下を見るとね、うん、こう思うそうです、はい、興奮する。おー、いいっすね。いいっすね。それはいいっすね。興奮しちゃったんだ。興奮する。ちょっとなんかポイントついたみたいな。こんなにやる気のない人が、すげえ、やる気出したらどんなに世界が変わるだろう。なるほど。こんなにできない理由ばっかり言ってる人が、はいはい、できちゃったらどう、なるほど、ね、どうなっちゃうんだろう。なるほど。こんなに何度言ってくれない部下が、うん、分かってくれたらどうなっちゃうんだろうって、ワクワクして興奮するそうです。その未来に興奮しちゃうんだ、うん、その変わっていく、うん、さすごいですね。さすがですね。こんなに分かり合えない人と分かり合えたらどうだろうって考えたらね、興奮してくる。すごいですね、それは、うん、確かにそれはさすがですね、うん、興奮する。どんな人も変わるから、うん、最初に、なるほど、そういうね、いろいろ問題がある人の方が、うん、そっか、うん、楽しめるんだ、その変化を。そう、確かに。そう、こんなにね、文句ばっかり言ってる人が、うん、自分に協力してくれるようになったらどうなっちゃうんだ。それパートナーとかにも言えるってこと、うん、要は誰でも当てはまるってことなんですね、うん、部下に限らず。なるほど、面白いですね。さすがですね。興奮する。興奮する。ハマった？本当に好きな回答なんですよ。でも一言ですごいですね。
タットの、いや、すごい、いいでしょって。本当、本読んでる人みたいになってるけど。部屋かなと思ったけどね。さすがですね。すみません、先生。伝説のコンサルタントですね。会ったことは一回しかないかな、僕。一度。いや、もうね、会ってほしいよ、うん。一度、アーモリに、トリプラ、うん、ドリームプレゼンテーションでしたっけ、うん、なんか、それのアーモリバー会場で、うん、来てくださって、うん、でその時僕まだ青森住んでた時だったんですけど、うん、終わる時に終わってからちょっと残ってご挨拶させてもらって、うん、翡翠さんの友達ですみたいな感じで言ったら、うん、ああそうです翡翠さん翡翠君の友達みたいな翡翠さん友達みたいな翡翠さんって誰って言われてなんかすごく石って言われて石それは名言ですね言ってほしかったよね。一回、翡翠ジョーク的な感じで。石よかった。石も正解だけど、でも、その時ね、あとで、でも、その時、一回会うと、やっぱファンになりますね。一回会っただけでも。さすがですね。ありがとうございます。まあ、うん、その、うん、なんていうのかな。うん、はいはい。はい、大島さん、圭介さんね、うん、居酒屋てっぺんっていうのをやってる。はいはい方なんだけど、うん、その一時期ね、はい、本当にそのやる気のない人を、うん、一人チームにね採用してたそう。あえて、うん、なるほど。それは、うん、やる気のない人がやる気を出した時に、うん、チーム全員が一つ上のステージに行くんだ。なるほどね、うん、キーマンなんだ、うん、その人が、うん、一見するとなんかで採用するときはちょっとねやる気がある人の方が、うん、そうやる気のある人を取りたくなるけど、まあ、てっぺんってやる気のある人ばっかりだから、うん、今そうか逆にそういう人がいっぱい来てくれるやる気のある人ばっかりの中に、うん、その一人ねやる気のない人がいるとその、うん、やる気のない人が変わるときに、うん、みんなに絆が生まれてなるほどチームとしてね一つ上のステージに行くみたいな、ねうん、そうか、うん、深いですね、うん、確かにやる気のある人同士だと多分同じモチベーションとかでやれちゃうんだろうけど、うん、俺塾やってた時に、うん、アルバイトで塾やってた時に、うん、やっぱりその問題児がいっぱいいるクラスを担当した先生って成長するんだよね。なるほどね、うん、先生自体もそうだから俺それ見た時に、うん、あ先生の先生って出来の悪い子なんだなってその時の感じたのね。そうか出来の悪い子は先生の先生なわけ。なるほど、ね、先生の可能性を広げてくれる、ね、確かに。だから、まあ、そういう意味でね藤間先生は本当に言い訳ばっかり言ったりね、うんはいはい、そういう ね, ねそのやる気のないとか問題のあるね、うん、人を見るとね興奮するんですよ。なるほどね一言でね興奮する。そうですね、そう見えちゃうんですね未来がね、その人と一緒に変化していく。いやそこで興奮していけばいいってわけじゃないけど変化は楽しむと思います。ありがとうございます。というわけで MG コンソート、はい、笑う門にはクリーンズ。ありがとうございました。ありがとうございます。